テンプル騎士団の征服騎士修道会は、主として十字軍時代に、聖地エルサレムの防衛とキリスト教巡礼者の保護、支援を目的として創設された、中世のローマカトリックの修道会。単に騎士団とも、修道会の一形態であり、騎士は、入会にあたり修道聖ガムを立て修道士となる、必要があり、戦う修道士とも呼ばれた。多くの騎士修道会は、 ローマ教皇保護のもと数々の大特権を与えられ、国家権力からの独立を保った。騎士修道会は当時としては、ケウナ常備軍であり、十字軍や聖地エルサレムの防衛、イベリア半島と東ヨーロッパにおける戦いなど、異教徒との戦いにおいて、歴史的に重要な役割を担った。主な騎士修道会の創設から現代までの歴史12世紀初頭、 1> 第1回十字軍により聖地奪還がなされた後、ほとんどの貴族、王族は自国に速やかに引き返した。しかしながら、自発的に聖地に残り、キリスト教徒の仕事救護を誓った、一握りの騎士たちが存在した。中でもシャンパーニュ出身の貴族、ユング・ド・パイアンは、仲間の騎士数名と同志団を結成し、1120年頃にエルサレム主教に届け出て、正式に、 修道会を結成した。これが、その後の騎士修道会の先駆けとなるテンプル、騎士修道会の誕生であった。後には、聖地における巡礼者の救護を目的として、設立された聖ヨハネ病院修道会とドイツ人の聖マリア病院修道会も、騎士修道会へと発展し、それぞれ聖ヨハネ騎士団、ドイツ騎士団と呼ばれるようになった。 テンプル騎士団と聖ヨハネ騎士団は西ヨーロッパの各地に寄進によって数多くの所領を持ち豊富な財力を背景にパレスチナにおけるムスリムとの戦いに従事した13世紀末にシリア地方における十字軍の領土が完全に失われるとテンプル騎士団はフランス王権の寄避に相解散させられるが聖ヨハネ騎士団はロドス島に移ってムスリムとの戦いを続けた 聖ラザロ騎士団は14世紀頃からイタリア支部とフランス支部に実質的に分裂し、イタリア支部は1572年の教皇大直所によりサボヤ王家の保護下に入り、聖マウリツヨ騎士団と合併し、聖マウリツヨラザロ騎士団となり今日に至っている。一方、1198年に創立されたドイツ騎士団は、 聖地での軍事的役割を期待されず、神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世の直居を獲得して、バルト海南岸のプロイセントリボニアに残る、異教徒を十字軍の名目で征服する特権を与えられた。ドイツ騎士団は、ラトビアのキリスト教家を行っていた、リボニア体験騎士団も吸収し、バルト海南岸に騎士団国家を築き上げる。しかし、ドイツ騎士団は、 ポーランド王国と対立して1410年にネン,ンベルクの戦いに敗れて衰え、1525年に騎士修道会総長がルター派に改修して、世俗の両方のプロイセン公国となった。中世世紀に設立された主要な騎士修道会の多くが宗教改革による分裂、再編を経て、今日も存続している。 特に西洋派ネ騎士団は主権を持った独立国家として存続し、ロドス島からマルタ島を経てローマに移り、現在ではマルタ騎士団と呼ばれている。テンプル騎士修道会には、セーベルナールが練り上げた死党会派の戒立が与えられた。この快則は全686条からなり、その後の多くの騎士修道会の快則の雛形となった。以下に、その抜粋を示す。 岸修道会は当時としては画期的な国家権力の影響を受けない国際組織として数多くの変革を欧州にもたらした。特に岸修道会が築き上げた、管区、支部といった国境を越えた巨大ネットワーク、指揮命令系統の明確な自前の常備軍は当時の欧州には見られないものであった。さらにテンプル騎士団が整備した 財務管理システムと自国で預け入れた金銭を聖地で受け取ることができる制度は銀行業の始まりとも言われている。ありがとうございます。